皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。5スターホテルのマカティシャングリラはパンデミックの影響で2年間閉鎖していましたが、8月8日に再オープンとなりました。再オープンではリモートワークをする人を対象としたホライゾンクラブビジネスルームを導入しており、調節可能なテーブル、エルゴノミックチェア、デュアルスクリーンの 4K モニターなど充実の設備を備えています。また使い捨てアメニティの廃止や木製カードキーを導入するなど環境にも配慮した取り組みを行っています。私はマカティのホテルに宿泊することがほとんどなのですが、このマカティシャングリラのホテル会員なので何度も宿泊したことがありますので、この再オープンのニュースはとても嬉しいですね。次回のフィリピンと工事にはぜひ宿泊したいと思います。パサイ市のオフショアゲーム企業 SA リーベンデールグローバルゲーミングへの家宅捜索で約2万8000枚の SIM カードが押収されました。これらの SIM カードはオンライン詐欺に関与していたとされており、 SIM カード登録に関する新しい法律が詐欺の防止にどれだけ効果的に機能しているかについて疑問が投げかけられています。この詐欺集団はロマンス詐欺や仮想通貨詐欺に関与しており、91人のフィリピン人と21人の外国人が逮捕されています。相次ぐ詐欺集団の摘発にも驚きですが、 SIM カード登録必須化の過渡期とはいえ、フィリピンにおけるシステムの脆弱さを改めて露呈するニュースですね。フィリピン国家警察はブロガーやコンテンツクリエイターに対して犯罪を模倣するいたずら動画を作成しないように呼びかけました。この事件はツコミブログというページに関係する3人の人物によって演じられた誘拐のいたずら動画でした。この動画はラスピニャス市で発生した誘拐事件を模倣しており、 PNP のロニー・コミンゴ氏はその事件を目撃し、それが本物の誘拐事件であると勘違いした結果拳銃を構えました。SNS を見ていると過激な悪ふざけのプランク動画をよく見かけますが、一歩間違えれば死に至る危険な行為です。ブロガーやコンテンツクリエイターの方にはモラルを意識した動画作成を願うばかりです。ダバオ出身の19歳女性のリア・メイトクモの遺体がセブ市の路上に段ボール箱に入れられて遺棄されていた事件の続報です。調査により41歳のロベルト・ヒスマンガ・ビソンが容疑者として逮捕されました。22歳のシメオン・カマンギャン・カブテロという人物がトクモ3のスマートフォンをセブ市のダウンタウンで販売しており、カブテロに販売させたのがガビソンだと判明しています。ガビソンは以前に薬物違反で逮捕されています。警察はガビソンがどのようにしてトクモ3のスマートフォンを手に入れたのか引き続き調査しています。この残虐な事件の真相はまだ闇の中ですが、とりあえず犯人が逮捕されましたので、一日も早く事件の真相が解明されることを願っています。フィリピンで有名な食べ物といえばバロットは外せませんね。バロットは孵化直前のアヒルのゆで卵です。ゆでるタイミングによって16日、18日、21日のような形で売られています。当然ですが日数が進んだバロットほど見た目は鳥のヒナに近い形になります。塩や酢、唐辛子などと一緒に食べるのも美味しいですが、見た目がグロテスクなので苦手な方も多いようです。18日目のバロットがベストタイミングと言われていますので、フィリピン通になりたい方はぜひお試しください。バロットに限らずフィリピン料理が苦手な方も多いのではないでしょうか。私も最初の頃はバロットやフィリピン料理が苦手でしたが、何度も食べているうちに美味しく感じるようになりましたので、最初はどんなにまずいと思うものでも何度も食べるように心がけています。きっとその先に新しい発見がありますよ。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。